イタリアンシガーブルドッグのイラストエンサー、福原ひろきです。山内和夫です。イタリアンシガーブルドッグです。お願いします。お願いします。というわけでですね、はい、本日、いや、ちょ、顔切れてんやて。どういうこと？座って。どういうこと？なんでわからへんねん。座って見たらわかる。顔切れてるやん、うん、あんた顎しか出てへんやん。顎で食っていこうかな思ってね。その本日の企画はこちら。なんだなんだそれ。もうカルタを作ろうでーす。はい、というわけでですね、マジで座れ。マジで言うてますわ。あ、まあ、今回からちょっと新しい形式でカルタの方を撮らせていただきたいと思います。はい、はい、本日のゲストはいない。いないです、はい、いたことない今まで。というらしいですね、はい、本日のテーマは緊張するなです。緊張するな、はい、で私が描いた絵がこちら、こういう感じになっております。なるほど。はい、これはどうでしょうか。なんでしょうね、うん、野外かな。まあまあそうかな。そして何か2人見えますね、うん、そうそうそう、男性と女性がなんかいますね。霊か何か見てんの。そうですね、男性と女性。目つぶったら見えへん。あんねんもそこに映画ちゃんと。あ、そうですか。はい、あ、確かに緊張するな。これは、はい、どういう気持ちで書かれたんですかね。気持ちいいっていうか、まああの、はい、結婚の挨拶をする直前のインターホンを押す手前。ああ、なるほど。そう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 、じゃ男性の方がスーツでビシッと決めてね、はい、緊張する感じでこう指が震えてて体も震えてるみたいな。お父さん僕にくださいのやつですね。お父さんはいらんねん。お父さんを。お父さんはいらんねん。誰なんか言うやつですね。娘さんをね、僕にください。娘さんを僕にください。あ、そんな感じで顔が見えてる。そうなんですよね。そうなんすよねって分かってんやったら座れ。さあ、というわけでね、本日はカルタを作ろうというわけで、なんで立つの。イラストエンサー落ち着きがないねん。始まるよ。始まってんねん。始まってんねんな。え、座れって。座れ。じゃあお前わしゃペットか。さあ、というわけで始まりました、はい、イラスト演奏。始まってんねん。なんか仕切り直すな。本日のテーマが緊張してして緊張するな。緊張するなですか。でこの絵ですか。ちょっとね、読み札の方を考えていきたいと思います。なるほど。まあね、この絵を見たストレートな感想、はいはい、できました。はい、はい、お願いします。いきたいと思います。挨拶するくらいなら結婚やめようかな。最低やな、この男。この男最低ですわ。この男ね、最低ですわ。めっちゃ言うやんか、心の中で。だここで押す勇気じゃなくてやめる勇気を。やめようかなってめっちゃ見られてるけど。付き合って多分長いで。走って逃げたろかな。だからスニーカー履いとるね、こいつ。下なんでこの人スニーカーで来たんやろってちょっと思ってるかもしれない。ナイキの厚底のやつ履いてきてるよね。いや、知らんけど、最近の流行ってるやつや。そうそうそう。はい、元気よく手挙げてくれました。はいって言ってちゃんと。はい、はい、じゃあ福原さんお願いします。嘘ちゃうんやって、マジでマジで嘘ちゃうん。ほんまに昨日こうやってたらビーム出てん。嘘やん。嘘やん。ほんまやねん。出てんって言ってなかなか出えへんからおかしいなって言っちゃったこと。頑張って頑張って出して。あ、彼女信じてんの。見たい、私見たいわ。まあ見たいよね。いや、そらマジでマジで出てん。マジで出てん。もう昨日夢やってる。びっくりしたよね、ほんまに。家帰ってきてな、うん、玄関開けて鍵置いてでやろうかなー思ったらピュッ。いや、危ないな。洗面台大丈夫やった。なんか割れたらしいで。いや、ほんま、うん、それ出てるわな、絶対。そうそうそう。編集点作らんでええから。俺ね、この前ね、いや、読み札考えろ。置くなや。読み札考えろや。僕の前ね、ちょっとあの、ね、登録者数も何万人とかいる。あ、で、視聴者数も視聴回数もめちゃくちゃ多い、うん、はい、YouTube 現場の撮影に行ってきたよ。おー、ね、おー、すごいな。そう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 、行ってきて、うん、ちょっとでも見学見学で、ちょっと親しい仲良くなろうかな思って、うん、スタッフさんとかとも、うん、はい、行きまーす、うん、あー、そのカチンコの可愛いところ。そうそうそう。最初、虫飛んでるんかな思って。じゃあ来たらあかんやん。そこは無視しとけよ、無視だけに。読み札決まりました。いや、違う違う、虫だけに。虫をしとけよ、その辺は。
いや、無視をしとけよ。無視だけにしといて。無視だけに。それかも、無視が飛んでたっていうくだりがないのに、かかってへんねん。虫が。虫だけになってへんねん。虫だけに。なあ。考えてよ。え？考えてよ。はい。次何喋ろうかなじゃないのよ。これどうでしょうか。はい。なんで？インターホンベタベタやん。いろんな意味で緊張するよ。大丈夫かこの家。そうね。中華料理屋やってはるかもしれないしね。ベタベタ。いや飛びすぎやろ。インターホンまで飛ばへんわ。中華料理屋で。この家ベタベタないけど大丈夫俺ここと結婚してんの。でも山内家もベタベタよね。やめてよ。案外。自分らではインターホン押さへんから家のやつら。そうなんてなっちゃう。ベタベタ。実家の方もベタベタやん。どういうことやねん。俺が住んでる家もベタベタってこと？し、実家の方もベタベタ。あ、僕ね、この前ね、お前読み札かかんな。山内さん家に、の実家の方に僕、今年の2月かな、に実家帰ったんですよ、一度ね。うん、その時に、山内家にちょっと遊びに行こうかなって思いまして。あ、言ってくれたよね。一人でね。うん。お母さん、見つかりました。いや、いてたよ。実家に行ってお母さんは見つかるよ。うんうんうん。実家に行ってんから俺の。そう見つかりましたじゃないの。でなんか実家の方も結構疎開化が進んでまして、僕らの地元が。あ、もうそんな進んでた。うん。悲しいね。やっぱ友達の家とかもなくなったりしてるところもあったりなかったり。どっちやねんな。進んでるって言わへんやんそれやったら。山内さんの実家。見つかりました。あんねん。探さんでもあんねん。見つかりましたじゃないんだよ。別に探してもいい日ね。あんねん。知ってんねん。あんねんか。あんねん。だから考えてよ、読み札。あんねん。あんねん。じゃあそれは俺の実家の写真出して、じゃあ。あんねん。無視だけに。なんのこっちゃやで。それはもうなんのこっちゃ。ちょっと考えて。読み札を。分かった。うるさいな。無音でうるさいな。じゃあ福原さんお願いします。はい。家の中で牛飼ってる。いやもうそらね、指さすほど驚くよ。いやまあでも畜産農家やったらありえるから。家の中やろ。あ、まあ家の中が、うん、でも子牛だから大丈夫。あ、子牛やったよな。あ、もしかして一緒に住むのかな。そう向こうの家族と。そう、それではびっくりするね。向こうの家族と一緒に住む、うん、俺言うてんなんで飛んのよ。俺言うてん。向こうの家族と一緒に住む予定 で、うん、で一応それもかね、挨拶というよりはちょっとなんか下見しとこうかみたいな感じで。ちょっと下見ってやらしい言い方やめて。結婚する家の下見に行った。いや、ご家族の方どんな人かなっていうのもあれ。挨拶でしょ。そう、うん、君のことは好きだけど、ご家族のことは好きになれないっていうカップルもやっぱこの年々、近年これ増えてたり減ってたりとか分からへんやったらやめて。あるんですよ。まあ、あるとは思うよ、うん、それは。君のことは好きだけど、家族のことは愛せないっていう。なんで？ね、これがね、うん、近年親族トラブル的なね、うん、あったりなかったり。なんなんそのどっちつかずの話ずっと。どっちつかず禁止にしていいですか。どっちつかず禁止でいきましょう。お願いしますよ。ルールができました。いやちょっと、なんなんめんどくさいなこの人。どっちつかず禁止。あ、はい、交渉どっちつかず禁止で。いや、そこまで厳しくせえへんで、被害届出せろ。マジか。すいません、こいつどっちつかずなんですけどつって。で、傷ついたっていうことで被害届出せろ。出せへんよ、それ。で、その被害届を却下するんか受理するんかは警察。どっちつかずやないか。どっちやねん結局。警察が受理したりしなかったり。どっちつかずの話は結局。どっちつかず禁止条例。あ、条例なの、ね、第2項。いや、2つ目。1個2個2つ目に入ってきた。あんまないやねルールね、この町。そう。いらんねん、やめろや。やめろ、編集で作んな。じゃあこれはどうでしょうか。お願いします。はい。 ET これが挨拶するんですか。友達うお、いたんや。そう
スティーブン・スピルバーグ監督の E.T. 友達ってやつね。いい映画やもんなあれ。あ、いい映画です。あれいい。俺まだ見てへんからよ。マジで。なんでいい映画ってわかんの。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかでも、うん、USJ? あるんやろ。あるでしょ。っていうことはいい映画や。いや、その判断は違うよ。悪い映画じゃあ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに悪い映画のやつあるか、うん、悪い映画はないよ。悪い映画ないのよ、うん、悪い映画っていうのはね、もともとないんですよ。どの映画でも、でもあなたの言い分やったら、そのユニバーサル・スタジオ・ジャパンになかったら悪い映画って言い方やで。うん、それは違う。それ間違ってる、その考え。なんでユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあるからいい映画って言ってんやから。いや、その考え間違ってるで。で、俺が言いたいんやって、あんたに。はい、どっちつかず禁止で、発令です。どっちつかずじゃない。さあ、YouTube っぽくなってきました。110番します。110番せんでええねん。110番してみたじゃないのよ。やめて、そんな迷惑なやつ。はい。さあ、福原さん行きましょう。ちょっと待て待て待て、お前。お前が決めたんやろ、ちゃんと読み札の時にちゃんと見せなあかんからって。そんな、そんなことは言わんでええねん。行きましょうじゃないのよ。はい、福原さん行きましょう。だからそれを俺がやって初めて2人でできるから。ああ、なるほどなるほど。サクサクいかんといて。サクサクいかんと待って。はい、はい、福原さん行きましょう。行きましょうじゃあ。はい、行ってください。どうしよっかな。あっち向いて考えすぎこれ女の子どういう気持ちで見守ってんねん頼む、勝って。勝たなきゃもう私たち終わりなの。そんな、どういう事情。お父さんとやってるのかな。お父さんが、お父さんがわしにあっち向いてほいで勝ったら娘をやろうみたいな。過去の女性が二股してて、え、私を取り合って、あなたたち二人で出ていくよ。そんなあっち向いてほいで勝った方が私と付き合えるわ。どんな女なんそれ。いや、それやったらお父さんが遊び心でわしにあっち向いてほいで勝ったらっつって。そういうことやねん。今5連敗中や全然勝てへんねじゃあもう結構あかんわこの子ら。さあ山内さん、ん、書けましたか。書けましたか。今書いてる途中のやつに書けましたかは違うやん。違う、はい、書いてるやん。名刺会社になりたいねん。あ、そうなんや。さあ山内さん行きましょう。いや、じゃあ名刺会社なれへんよ。俺まだ書いてたのに言うから。名刺会社っぽくやっていい。ぽくでいいんやね。ぽくでいい。いや、名刺会社に、本日の企画、名刺会社になろう。そういうのもちゃんと言うんや、そこね。さあ、どうぞ。いや、雑雑。この読み札は何ですかとかないの。この読み札は何ですか。そのまま使うんかいさあ、本日の読み札は、いや、これで確定みたいなねやんかそれやったら、はい、じゃあ、これする。いや、何して遊ぶじゃないかカルタの読み札考えてんねん。はい、どういうテンションやねん。どうぞ。これ、本物のミッキーの着ぐるみちゃんこれ、まさか、え、これみたいな。お前やったみたいな。パパなの。あ、お父さん、いや、もうそれやとしてもやろ本物のミッキーの中の人いるんや、ここにってなるよ。え、ドナルドもあるやん一人二役しんどいよもう、結構、どうする何や、どうするって。どうしよう。なんかあった、これ、あ、これいいなみたいな。本日の、はい、緊張するなの読み札、決まりました。決まりました。どうしよっかな。あっち向いてです。はい、じゃあこれで決定でね。じゃあ今回は、はい、とうですね。とうとう、とうですね。なんで立つんの。とうというわけでね、はい、本日のゲスト、山内さんでした。いや、ゲストちゃうわありがとうございました。レギュラーじゃやめろ、おい